はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今回は丸亀に行ってきました。丸亀製麺かっていうのが、もう期間的にはこの動画が上がる頃には終わってると思うんですけど、11月5日の月曜日から11月9日の金曜まで、夕方6時からなんとかけうどんの波を1杯頼むと、もう1杯ついてくるそうですというキャンペーン的なのをやられています。夜泣きうどんの日だそうです。はい、ということで行ってきました。ちょうどどうだろう、なんだろう、今日からだったので多いかなと思ったんですけど、タイミングが良かったみたいで、なんだろう、ちょうどその間みたいな感じで、ちょうどもう食べ始めた頃かな、パッて見たら結構並んでたんですよ。だけど、あ、良かったと思って食べてきました。で、動画にはしなかったんですけど、この間もちょっとなんすか、辛いやつ、担々麺を食べに行ってきたんですね。で、まあ他の YouTuber の方も上げてたので、そうか、すごいだろうなと思ったんですけど、普通の状態でちょっと俺は辛いなと思いました。何ですか、100倍大丈夫とか書いてた人、びっくりですよ、絶対100倍無理。まあまあ、それはもうこの間のなんで、まあいいや。ということで、知ってる方は行かれるのかな、行かれたのかな、わかんないけど、まあそういうことで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。